Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 82. 今日は私が起業一年目で学んだことについてお話ししたいと思います。まあ起業考えていない方でもあの私の歩みで学んだこととか気づいたこととか結構参考になるかもしれないので、まあもしよかったらお聞きください。こんにちは。 大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは、自分の人生も良くしたいけど、周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。 インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問リクエストなどを受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくはショーノートのリンクをご覧ください 去年2020年が天気の年になった方多いんじゃないかと思います、うん。世間の常識っていうか、世界全体がコロナで一気にこうシフトチェンジをしたというか、か環境も変わっただろうし、まあ、人間関係も変わるし、お仕事も変わったかもしれないし、いろいろな変化があった方が多いんじゃないかと思います。そしてその中でも私が特に、えー、皆さん あのいろんな方の発信を見ていて思うのは去年内面がすごく変わったっていう方がいらっしゃることがいやよく見かけるなと思ってやっぱりこう地球全体が覚醒したとか言われてますけれども、まあ、そういう感じで人間の意識自体が変わる節目の年だったんじゃないかなと歴史に残るすごく大きな年だったんじゃないかなと思います私にとっても2020年はすごく大きな変化があった年で まあ何が一番大きな変化だったかというと、うん、自分でゼロから何かを作り出すことが私にもできるのかもしれないと気づいた年だったからそれが多分一番大きい気づきだったんですけれども、まあ、そう気づいたからこそ、えー、コーチングというお仕事をしてみようと、まあ、何もないところから自分でお商売をしてみようと思ったっていうのが、まあ、自分の中では結構信じられないほど 今考えてみたら大きな決断だったと思います、えー。去年4月、ちょうど今頃ですね、やってみようと思って、で、4月後半か5月ぐらいに初のブログ記事を書きました。えー、その、それから1年経って、えー、この1年で学んだことっていうのをシェアしたいと思いまして、今回はこの ポッドキャストを収録しています私が最初にブログ記事を書き始めた時は、まあ、まだなんかぼんやりとしていたんですけれどもあの私自身がすごくここ12年で意識が変わって成長した経験があったので、まあ、そういうのをシェアしようと、まあ、どういうことをしたら変わっていくのかっていうヒントみたいなのを発信しようと思って、まあ、最初はブログから始めました。 でもですね、これがものすごく難しくてですね、自分でワードプレスを使ってウェブサイトを作ったんですけども、ワードプレスって一番最初初心者にすっごい分かりにくまあ私にとっては分かりにくかったんですけど、で、こう、どうやってこう、ちゃんとした体裁を整え、デザインとかですね、を整えていったらいいのか、いまいちよく分からなくてですねで、YouTube を見まくって自分でやってみたんですけど、やっぱしすごい体裁が整わなくて、まあ最初はもう一人とか二人しか、 見ていらっっしゃなかたので一、まあ、日にヒットしても1人とか2人だったのでもう全然あのもうしょうがないこれで <laughs> っていう感じで出したんですけど、まあ、それでだんだんこう勉強していくうちにあこういうふうにウェブサイト作ったらいいんだっていうのが分かってちょっとましな感じになってきたんですけど、まあ、それが4月多分最初の記事4月30日とかそんな感じでした。でそこから 6月ぐらいにポッドキャストを始めて、で、そこからなんか結構発信が加速していったんですけれども、これやってみて、すごく学んだことっていうのが何個もあります。まず、やっぱり発信することによって、人との出会いが増えた。で、人との出会いが増えたことによって、まあ、周りの人間関係が一気にガラッと変わったんですね。まあ、去年多分そういうい ことが起こった方いらっしゃる、多いか、多いかもしれません。あっていうのはもう、オンライン化が一気に加速してあの、地理的に近くない人でも結構密な交流ができるようになったので、まあ、今までオンラインでの交流に抵抗感があった方も、こうどんどんオンラインに入ってきたので、それでこうネットワークが一気に広がった方が多いかもしれません。で私も人との出会いっていうのが、すごくキーになっていて。 やっぱり人と環境って大,大事だっていう話を、まあ、今日もしてたんですけどあの人とどういう話をするかとかどういう考え方をしてる人と一緒にいるかっていうことで自分自身がすごく影響されるので、まあ、よく言われることですけども周りの自分の周りの5人の,あの平均の年収が自分の年収だとか言われるぐらいにこうみんなこう同じような人たちと群れるんですけども。 やっぱりそこで自分が変わりたいと思ったら、そこから離れて別の団体に行かないといけないって言われるんですけど、それ本当にその通りだなと思っていて、前まで私が見ていたあのアメリカの金融業界の会社員としての生活、まあ、その周りにも本当に同じような人ばっかりだったんですけどそ、そこで考えてる、これがこうだよねって受け入れられてる考え方と、 全く別の考え方があるっていうことに気がついてそこにどうやってそういう人たちと知り合ったらいいんだろうと思って行動してたらだんだんそういう人たちが周りに現れてきたという感じです一番最初に気がついたのはもう私がこのポッドキャストをする動機となったことなんですけどもそれは他の方のポッドキャストを聞いて あの衝撃的だなと思ってあのこんな考え方をして生きてる人がこの世にはこんなにいっぱいいるんだっていうことに気がついてそこでどんどんこう,自分の視線っていうか、まあ、視界が開けていったんですねで、まあ、具体的にはどんな感じだったかというと、うん、私は会社員で、まあ、20年以上仕事してますけどずっとこうなんか人の役に立ちたいっていう欲求はあったんですけど その人の役に立つっていうのがどういうことか本当に分からなかったんですあの。だって会社員って誰にでもできる仕事だと自分では思っていたので、まあ、ある程度出世とかしていくと確かにその誰かが辞めた後その人を雇う間の期間が長くなるっていうか、まあ、その代わりを見つけるのはどんどん難しくなっていきますけど、まあ、基本的に組織で働くっていうことはいつ自分がいなくなってもいいようにシステムを作って。 あの誰でもできるように仕事を整えていくっていうのがそれ自体が仕事だと思っていたのでまあ私がいなくても誰か他の人ができるとでその時にじゃあ私自身は一人の人間としてど,どうしたら私しかできないことで役に立っているっていう実感できるかっていうのがうん 組織のマネージメントっていう観点と私個人の,その社会に役に立ちたいっていう欲求がこういつもせめぎ合っている感じだったんですね。でそれを私がどのように埋めようとしたかっていうとやっぱりこう周りにいる人に例えば上司に上司が欲しがっていることをしてあげるとかあのそういうことでしか色を出せないというか自分の役に立ってる感を <laughs>。 あの実感できないっていうすごいなんかいっつもそういう思いがあったんですね。でそういう世界の中でずっと生きてきてでも結局その自分自身は役に立ちたいと思ってるけど例えばなんか会社とか業界全体はやっぱりお金を利益を出すことっていうのが最優先だとずっと思っていたのでうんやっぱりこうライバルの会社に勝たなきゃいけないとか。 そういう感じで何て言うんですかね、まあ、自分は役に立ちたいけど役に立つっていうのはもう本当にそこで個人的な欲求であってその個人的な欲求と会社の利益追求の欲求っていうのはちょっと同時にはなかなかこう相入れないものだと思っていてそれであの例えばメガバンクで働いた時とかにすごいなんか建前的なすっごい綺麗なことを言う人とかを見るとなんかすごいなこの人とこんな,なんか コーポレートの世界でこんな建前を堂々と言えるんだってもうその相手の言ってる美しいこととかは全部建前と思ってそのフィルターを通して聞いてたんですね。まあ、本人が建前だったのか本音だったのか今となったらよく分かんないんですけど、まあ、そういう世界で生きていてこうなんか常にこう自分の中で相反する、うん、オブジェクティブみたいなのがあって、まあ、会社の目標私の私自身の個人の自己実現の目標っていう 相入れないものがあってそんな中で起業してる方のポッドキャストを聞いているとなんか自分の価値と自分のビジネスのやってる価値が100%合っているっていうことを言っててなんか自分が利益を追求することによってより多くの人を助けられるとかなんかそういうことを言ってる人がいて何を言ってるんだろうと思ってた最初。 この人たちは何を言ってるんだろうと思ってでもなんかずっと聞いてたら本当に真剣に自分が発展することによってビジネスが発展してでビジネスが発展することにしてよってより多くの人たちが幸せにできて世の中が変わっていくっていうのを信じてる人たちがこの世の中にはいるんだと思ってそれが建前ではなく本音だと聞こえた時に私もこの世界に行ってみたいと思いましたそして実際に コーチングを始めてみてすごく感じたのがあの自分の成長は本当にビジネスの成長とイコールでえっと、うん、あのアラン・コヘンさんの本でもあるんですけど「spirit means business」ってあの魂とビジネスが一緒だっていう話なんですけどま,まさに本当にその通りだなと思って。 います今では1年経ってからでこの仕事と自分の魂が一緒だと感じたことは今まで一度もなかったんですけどこの1年でその意味がすごく腑に落ちることが多かったです、えっと、まずえ自分の器っていうのは本当にビジネスのアウトプットと同じで自分の器が大きくないとビジネスも大きくならないし 人に貢献する度合いが自分の器によって決まるっていうのは本当にその通りだと思います。えっと、会社員として貢献をしていたと思うんですけど、それとはちょっと比べ物にならないぐらいにディレクトな人に役に立ってる感があるのはすごくあの自分でやってみて思いました。で、 その人に役に立つっていうのはやっぱり自分がその人の役に立てるような器がないと立てないのでそこをやっぱり大きくしていく努力っていうのを日々するわけですけども、まあ、そういう言ってみたら自己成長の旅ですね自己成長の旅をなんか常に続けるそ,その自己成長の旅の目標が自分の仕事の目標と合ってるっていうのが結構生まれて初めて です例えば前まではこう、まあ、いいマネージャーになっていい部下を育てたいとかいう感じでいろんな本を読んだりとかセミナーに行ったりとかもしてたんですけどなんかそこがあの仕事でもっといいポジションに行きたいからそうなりたいのかなんか自分が本当に成長したいからそうなりたいのかっていうことがちょっと曖昧だったんですけどなんか今はもう完全にそこが合致してて。 自分を良くすることによってもっと多くの人の手助けができるかもしれないって思うなんか真剣に思うんですよね謎なんですけどこれだから <laughs> そのことを前まで本当に思ったことなかったんですけど自分でやってみて初めてそういうふうに思いましたえっと起業とかしててすごく大きな会社を持ってあの創業してる方とかでやっぱりこう何て言うんですかね やっぱりみんなスピリチュアルとか宗教とかに行っちゃうっていうのは多分そういうことなんですよねもう突き詰めて考えると自分っていうものをこうすごく大きくしてこうたくさんの人に価値を与えられる人間にならないといけないからやっぱりそ,そういうことを突き詰めて考えるとやっぱりスピリチュアルとかに行くのかなとかはすごく思いましたそれで私がこの1年間で学んだことっていうのは まず自分を信じるってこと。自分を信じるところから全てが始まるということですね。それから直感の声を聞いて行動する。これが本当に一番大事だなと思います。それから自分だけじゃなくて、なんていうんですかねあの、大きな存在とかを信じるっていうのも大事だなと思って、例えば何かチャレンジがあった時に、目先のことだけを見て、うん、こ,れこれはすごく。 難しいから私にはできない挑戦なのかもしれないって思ったりするんですけどだけど自分も信じて大きな力が助けてくれるって信じてたらこのチャレンジは私に今必要だから起こってるものであって私を遮るものではないっていうのがなんかわかるっていうかなんかそ,そういう目で何かこう困難が来た時に乗り越えようとするっていうのはその。 意志の力とか、何何、ね、としても,もうこのチャレンジをもう私は絶対乗り越えるみたいなその力が入ってる感じじゃなくてこれは私に今必要なものだから学ぶために乗り越えるみたいなそういう考えになるんですよねその自分を信じて大きなものを信じてるっていうそれからやっぱり感謝するっていうのが大事だなと思ってうん。 あの感謝って本当に今まだザ・マジックっていう本の感謝ワーク28日間のやつフェイスブックグループの中でやってるんですけどもう本当に毎日これをやるっていうのはあの自分の幸せにとって感謝っていうのが本当にもう根幹もうすべての基本だなっていうのは思いますそれからですね焦らない焦らない あの人間はみんなこう結果が欲しい時は焦るんですけどあのどれだけやっても結果になってないように感じたりとかしてあとは他の人がううやすやすと結果を出してるように見えたりすると焦るんですけど自分には自分のペースがあって大きいものとか自分を信じてるから絶対そこに到達できるけど今は一時的に学ぶことを学び終わってないから。 まだそこに到達してないだけっていう,うそれだけなんですよだから焦らないそして焦らないと同じところにあるのが行動し続ける結局あの失敗っていうのはなくて行動し続けてし続けてし続けて諦めずに行動し続けたら絶対に最後はそこに到達するっていうもうそれだけなんですねっていうことを学びました <laughs> なんか結構 こんなにいっぱい学びがある年になるとは思わなかったんですけど自分でやっぱりなんだろうビジネスをしてお金を得るっていうその行為ではなくてやっぱり自分の力で何か何かを一から一っていうかまあな何もないところから作り出すとかそしてそれを人の役に立てたいっていう思い多分それがこういう学びを与えてくれたんだと思います。 えーまあ、実際会社員まだ私も会社員なので会社員でもこれだけ学べるってことはあの1年で人はどれだけ変われるかっていうすごい何ていうんですかね可能性の話なんですけど、まあ、今もし何かやりたいことがあったりとかいやまだ今ビジネスを立ち上げてないけど立ち上げてみたいとかあとはなんかビジネス立ち上げたけどまだちょっと もやもやするっていう方がいらっしゃったら、ぜひこの今私が言ったことをちょっと考えてみていただけたら考え方が変わるんじゃないかなと思います。と、まとめると、自分を信じる、それから大きい力を信じる。で自分を信じるっていうのが直感の声を聞く。あの直感の声を聞くっていうのは答えはあの外にはないんですね。いつも言ってるようなことなんですけど、必ず自分の中に すごく大きい、うん、H みたいなものがあって、みんなそこにつながってるんですけど、えっと、思考に邪魔されて気づいてないだけで本当はみんな自分がどうすればいいかは自分が一番よく分かってます。で他の人にとっていいことでも自分にとっては良くないことだってあるっていうのはやっぱり直感の声を聞いて動くっていうあの習慣習慣ですねをつけておかないと。 分からない。だから自分を信じるそして直感の声を聞くそして偉大なものをしん偉大なものっていうかまあ後押しをし、ね、ながら後,後ろからこう風が押してきてくれるようなねそういう力を信じるそれから感謝するそして焦らない行動し続けるこれを試すだけでも結構自分の中でも 意識的に変わってくると思いますし、結果も必ず後からついてくると思います。というわけで、今回は長くなりましたけれども、私が、えー、<laughs> ビジネスをやってみようと思って1年目で学んだことをシェアしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。もしこの配信がお役に立ったという方がいらっしゃったら、ぜひお友達とシェアしていただくか、または配信登録、星マークポチ、 レビューの方などよろししくお願いいたします。2021年は無料の Facebook グループ HappilyEverAfterMyRideSign で動画配信もしていく予定です。自分も世界も変えていきたいと思っているメンバーとともに一緒に高め合っていけるようなグループにしたいので興味のある方はショーノートのリンクから是非参加申請をお願いします。 最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって夢を実現できる人になるコーチングセッションに興味のある方はメールアドレス info at ud-media.com からメールまたはショーノートのリンクからお申し込みください。現在、もやもやからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。これもショーノートにリンクがあります。